お二人に質問ですが、お互いの最初の印象と今の印象を聞いてみたいです。よかった、うん、いいですか。じゃあ お願いします。なんか最初はすごいなんか真面目な人なのかなって思ってて、なんか全然ネタとか言わない感じのタイプだと思ってたので、ね、うん、そうか、そう、ちょっと固めな方なのかなみたいな思ってて、はい、でそれがホロボケカップの前の印象、うんうんうん、で実際に会ったらめちゃくちゃギャグ言うし一番騒いでるそう一番騒いでるしさらっとでもなんていうのかな独特なタイミングでギャグを言ったりとかなんか普通の顔しておもろいこと言ったりするのがめちゃくちゃ面白くて真顔でねそう真顔で言ったりするのが面白くて要はねなんかもうあ面白い人なんだなって遊んですごい印象が変わりましたねいや嬉しいなその印象の変わり方。なこういう機会じゃないとちゃんと言うことないから確かに質問してくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。最初の印象本当になんか第一印象はすごく真面目な方だなと思ったんですよ。で挨拶の時になんか普通だったらなんか 6期生の私たちがね後から入ってるからあすいません。あの先輩あのルイと申しますみたいな感じで行くのが普通なんだけど私あのなんか遊んでてあなんか確かにワイワイしてた、ね、そうワイワイしててそれがその先輩がいらっしゃることにまず気づいてなくてそしたらトコ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 って歩いてあなきりあやめですよろしくお願いしますみたいなことをすんごい真面目にやばデビューおめでとうございますみたいなやばどっちが先輩だよそんなんだったっけそうめちゃくちゃそこだけなんか名刺交換のところかなっていうぐらい真面目なんかマリタも横にいたけどなんか笑ってたよ、ね、真面目かみたいな感じにでも本当にここまでがっつり仲良くなるとは思ってなかったんでそのねえでも、うん、びっくりです本当に多分一番でもリスナーの人間様たちがびっくりしてる、うん、確かに特に泣き組の人間様たちはでもなんか枠を立てた時にみんななんか普通なんか待機とか書くじゃないですかびっくり、ね、びっくりはてながめっちゃ似合いやいやそれびっくりするよね。嘘だろみたいな感じのコメントが多くて、うんうんうん、でも仲良くなったのも私たちもびっくりだから、まあ、それ本人確かにびっくりではあるんだけど